どうもこんにちは、ゴッドゴータンと申します。前回復活させたこのヘヌドゥスレオプレウロドンっていう肉食の爬虫類なんだけど、水の上乗れちゃいました。すごいぞこれ。しかもさ、恐竜って普通ジャンプできないのよ、このモッドの。でもこのさ、恐竜バカほど高いジャンプ飛ぶんだよね。何こいつ、こいつもしかして海を越えた新たな土地への冒険へ使えるのではないですか。海上、水上ボート的な、そんな感じで。じゃあ、今回は新たな土地へ行くために、大海原をこのレオプレウロドンを使って旅に出たいと思います。水上旅行ってやつですね。それではじゃねえわ。シュッ、シュッ、シュッ、画面転換、シュッ。遠出の準備をしたいと思います。まず、やっておきたいことがありまして、それはモブボトルの確保ですね。このモブボトル一つつくのに、ダイヤモンドかエメラルドを一つ必要なんですよ。なので、それらを集めるために、村人を拉致していきたいと思います。考古学者という役職であるからして、骨だとか骨粉だとかの、そういうものは困らないんですね。だから、骨とか骨粉をエメラルドに換金してくれるタイプの村人がいいなっていうふうに思います。どこにいるかなって思ったら、こんなところにいましたね。こいつです。この考古学者の村人をモブボトルの中に拉致したので、こいつはあそこの拠点の中でコキ使っていきたいと思います。どうも考古学者さん、エメラルドを一つなんかと交換してくれませんか。意外とコスト高いんですね。もう一人の役職いるでしょ、この考古学者とは違う採掘なんたらみたいな、その村人が近くにいないもんだから、まあ仕方なくこいつとエメラルドを交換しますね。陶器の破片とエメラルド、たった二つかよ、処理でんな、まったく。で、こいつと木材をこうやってやったら買ってできたのがモブボトルを三つです。はぁ、滑舌終わっとんな、まったく。ってことで、モブボトルを3つ手に入れることができたので、やっと海を越えた新たな大陸へゴッドコータンは旅に出たいと思います。そんでは行きましょう。ジグジョー、ジグジョー。なんでいつもこうなるんだ。ガリミムスめっちゃ脱走しちゃったよ、撮影外で。殺されちゃってさ、どっかに遠出するからさ、その間に給食器の中にたくさん食べ物補充しておこうかなって思ってさ、ガリミムスの部屋の中入ったんですよ。そしたらこいつめっちゃ大繁殖しててさ、まだ僕に対して懐いていないタイプの赤ちゃんのガリミムスがさ、すごい僕のことを襲うんです。それで、なんかノックバックしまくって、僕やられちゃって。ってことでガリミムスを一体一体捕獲していきたいと思いますわ。もういつまで経っても遠出できないじゃんかよ。何なんだ君たちは。一体ぐらい倒してもいいのかな。そうだな、じゃあ一体ぐらい倒しておくか。大人になったガリミムスを倒して、で、倒した肉を肉食恐竜とかに与えたいと思います。こいつとかもう大人になってるんじゃないかな。こんにちは。懐いてはいるのか。くそ、お前懐いてんのか。どうせなら懐いてないタイプの無礼者のガリミムスだったら処刑して見せ物にして肉食恐竜のご飯にしたいななんて思っていたんだけれども、あとついでにこのリオプレウロドンの双子たち、同時にこいつらの化石をさ、卵として復元していたんです。その2体もこの水槽の中入れました。この水槽の水位もう少し高くして、で、魚系の恐竜専用のエリアにするのもありな気もしてきたな。昆虫系の恐竜は別のエリアに確保しておくのもありな気がしてきた。脱走してる悪い子ちゃんには仕方がない。それなりの処刑方法を考えているんだ。ティラノサウルスくん、お腹空いてるよね。どうかな、こいつ。お腹空いてんだろ。どんどん食え、どんどん食え。ジュラシックパークのあのシーン再現だ。罪悪感。あの一匹のガリミムスからこんなにたくさんの骨をドロップするなんて。いや、まあ悪かったよ。そのごめんな。まさかそんなグロテスクなやられ方するなんて思いもしなかったからさ。とりあえずこのガリミムスの骨は保管しておくね。じゃあ、ガリミムスに乗って遠くの大海原へとレッツゴーしたいと思いますね。海の位置どこだっけな。とりあえず、カット。よし、こっから海へと行きますね。すごい泳ぎ方変だな。確かに、ウィキペディアにはこういう風に泳いでいたんじゃないかっていう風には書いてはいたんだよね。
なんか頭とかヒレをさ、ズン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 振り回しながらとか、あと胴体があんまり動かないみたいなことも言っていた。あ、オウムがいた。もらっておくね。で、ちょっと待って、ちょ、上に上がれ。あぶな。ちょ、呼吸できないからマジで、ちゃんと泳いでくれないかな。あと、思ったより君泳ぐの遅いですね。それでも海の中に生きていた恐竜ですか？もうちょっと本気出してくれてもいいと思うんだ、僕は。だんだん沈んできてるしね。僕、第三者から見たらただの間抜けだぜ。なるほど、視点移動することによって沈んだり、上に行くことによってジャンプしたりするわけか。じゃあずっとこの方向を見ていれば、まっすぐと水の上を泳ぐことができるということですね。じゃあ大陸を見つけるまでカットしておきますね。おや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 、今まで行ったことのないバイオームを発見しましたよ、皆さん。僕が今から行く場所は、どうやら今までの熱帯な地形とは違い、雪が降っているそうですね。早速、ここの場所、あう、よし、上陸来ましたよ。ここの座標メモしておきましょうか。雪とか氷ということは、今までなかなか入手ができなかった、凍った肉っていうアイテムあるじゃないですか。あの、凍った肉を復元するとですね、マンモスとか、あと、なんだ、あの、サーベルタイガーみたいな、そういう時代の氷河期に生きていたような動物を復元することができるらしいんです。なので、その、凍った肉目当てにここに来たわけですよ。まあ、たまたまこのバイオームをすごい幸運で見つけ出したっていうだけなんだけどね。あと、こんなにさ、長旅をするのにあたってさ、丸裸で来ちゃったよ。せめて鉄装備の一個や二個着ておくべきだったな。じゃ、早速洞窟の中潜りますね。なんか、氷系の肉みたいなもん。やめて、許して。あ、危ない。危ない。ああ、見たところ、凍った肉とか、そういうのはなさそうだな。まあ、もう少しだけ探索してくるか。ダメ。洞窟めっちゃデキュモボールし、鉄のピッケル途中で壊れちゃったし、そもそも氷の肉が全くない。とりあえず、早く地上に行かないと。こんなところでくたばってたまるかってんだ。僕は恐竜を2匹も持っているんだぞ。片方は爬虫類だけれども、少なくとも昔に死んだ生き物を持っているんだ。僕のことを倒したら君たちどうなるか分かっているかね？よし、出れました。サバイバル術さすがです。そして、洞窟内で鉄鉱石を26個手に入れたので、これ使って鉄装備と鉄のピッケル作りますね。鉄の装備をその場で作りましたと。さて行きましょう。この樹氷の土地には一体何があるのでしょうか。うわあ、すっごい。何これ、見渡す限りの雪景色。こんなに綺麗な土地がまさか僕のサバイバル実況で出てくるなんて思いもしなかったよ。いつも僕のサバイバル実況はサバンナとか砂漠ばっかりだったからさ、初めてじゃないかな、樹氷バイオームが僕の動画シリーズで出てきたのは。で、今回はですね、この樹氷バイオームにですね、いる生き物ってのがいるわけですよ。その生き物を見つけて、そいつを討伐できればいいなと思っている次第でございましてね。早速その氷の樹氷にいる謎の生物をゴッドコータンは見つけ出したいと思いますね。おや？おや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 ？おや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 ？見つけましたよ。僕が見つけたかったこのバイオームにしかいない敵モブというのが、あいつです。あの超でかい白色の化け物、フロストモーなんですよ。あのフロストモーは、要は、あの、サバンナにいるバラコアだったりだとか、ジャングルバイオームにいた、肉食の花みたいな、あれと同じモッドに追加されるやつでしてね。え、僕に来てる？え、僕に来てる？僕に、え、気づいてんの？僕に。ちょ、僕に気づいてたの？マジで？え、あんな遠くにいたのになんでわかったん？怖い。あ、わあ、こっちゃ！死ぬ！めっちゃ来とるし、怖なにあいつ。はあ、ティラノサウルスがいればな。今の僕はあいつと戦うにはとても心細い装備を持って、ああ、怖い。しかし、僕が住んでいるサバンナバイオームでなら、奴も無力化できるかもしれない。ここで、ね、あいつとやり合うにはあまりにも力が不足している。あいつと倒すためには、この場所から一旦引く、あいつのことを、どうにかして捕まえるんだ。ああ、待って、死ぬ。ちょ、待ち。
次回リベンジだ。次回あいつのことを拉致してコテンパンにやっつけてやる。僕の力を用いてな。とりあえず次回やつを倒します。チャンネル登録と高評価よろしく。ティラノサウルスでむさぶりく、ティラノサウルスのうんちにしてやる。これだな。